まあ、ずっとこのプランテッドを作ってきて、そのプランツプラス、こうん、の今度は、新しいメディアをはい、これからまあ一緒に立ち上がるということで、うん、うん、どういう期待がいただくか思って あれ、インタビューになっちゃう、そうだね。少なくとも、僕らは雑誌とか好きで、ずっとお互いいろいろ作ったり関わったりしてきて、ね、でこのプランテッドっていう素晴らしい雑誌も作れて、すごく誇りに思ってるんだけど、これから今度はウェブの中でね、一回やってみようよって、もう急にある喫茶店で言い出した、思いついたよそね。うだね。あ、ウェブでいいじゃんって。そしたらルーカスが全部動画がいいって言い出そう、して、ちょっとウェブだけちょっとつまそんれないじゃあなーっ当たてりちょっと前思っだって、言って、そのまあプランテもそうだけど、そのプランツプラスという名前がになって名ね。前になって、いわゆる園芸雑誌だけじゃなくて、園芸のチャンネルだけじゃなくて、もう本当その植物が僕らの一生とか、服とかね、関係するし、面だとかなんね、だとか、家具とか関係あ、しもうてるこれ木し、だからね、このテーブそルも木だから、う、ツリーだからね、家とかも家そうもそうだしし、ね、あとお茶もお植茶物もそうだし、そうだし、ね、吸ってる空気もそう吸ってる空気し、も植物が二酸化炭素を酸素に変えてくれて僕ら吸ってるし、お酒も、お酒もそうしね、もう本当そういう意味でそのプラスをつけて、プランツプラス TV がまず始まって、プランツプラス TV というのはテレビ、ウェブ TV でもプランツプラスマガジンかもしれないし、ピープルかもしれプないランツプラし、スピープルかもしれないし、アートとかかプもランしツプラスミュージックフェスティバルかもしれれないないし、そうだね、どうだね。そういうふうでこれからまあ広がって楽しんでやっていけたらいいなって感じというので皆さんもご期待&ご協力をぜひいただきたいと思っておりますので、よろしくお願いしです。まよろしす。くお願いします。